こんばんは。安定した。あ、よかった。よかった。電波さんも慌ててたのかも。知れない。え、急に雪。え、よかった。めいちゃん。めめいちゃん。うん、めいだよ。もう顔が真っ赤。さん、ありがとうございます。今見てる、さかのぼう。わあ、本当だ。シーズンさん、ありがとう。シーズンさん、ありがとうございます。キャー、パフェ、パフェ、パフェ、ありがとう。シーズンさん、ラブ。 X 見てるよ。こんばんは。こんばんは。お、安定した。よかった。やばい、急に私冷房をめっちゃ強くして、あ、寒くなってきた。こんばんは。ゴーって言ってます。あ、これがですね、あ、なんか、え、今の何？レオンさん？今ヒロヒロヒロってヒロヒロヒロってなんか来た、クマちゃんが。え、かわいい。ありがとうレオン、ありがとう、ありがとう。かわいい。なんか今日からハロウィン仕様になりましたね。初見です、ありがとうございます。もう今とても暑い。レッスン終わり、熱熱。警察要素はどこに？うーん、じゃあセリフで逮捕しちゃうよ。なんか警察になったと思ったのに警察じゃない、警察にしたのに警察じゃないっていう、かなぴー、かなぴー出来事でした。顔赤く、赤すぎてない？いや、本当にレッスン終わりもずっと、今2時間40分ぐらいずっと踊ってたので、めっちゃ暑いの今。チークじゃないんです。風呂酔いですかって、私飲めません。本当に今レッスンですよ皆さん、やめてよ。めいめい取り調べ24時間の、あら、じゃあずっとお話ししてるぞ。赤ちゃん、赤ちゃんじゃないです。12月14日シャムカ、え、4部、嬉しい、待ってます、ありがとう。キツネです、私キツネ警察だから。カツ丼作ってください、突然だ。作ります。12月22日オンライン、ありがとう、オンライン嬉しい、待ってる、楽しみ。ほっぺ、そうなんですよ、もう暑くて暑くて、ゆでたてみたいに赤い。本当に赤いんですよ。ちょっと特茶で、レッスンに、レッスンによってほっぺたが真っ赤なメインリンゴになったってこと。うん、そういうことだね。もう暑くて暑くて、お腹すいた。ビバース、嬉しい、いっぱい話そうね。昨日めいめいサインカード手に入れて、嬉しかった。地元
名古屋で会えて、うん、嬉しい、ありがとう。名古屋で会えて嬉しいです。私も特茶大好きです。そういえばメイメイでメロンパン買ったの、あ、ありがとう。メロンパン嬉しい、お揃いメロンパン、メロンメロン。今日の髪型、え、嬉しい。今日あのレッスン前にガッチガチに髪の毛をキープでやってて巻いたから、絶対レッスン終わった後崩れるなと思ったので巻き強くしてきたんですよ。そしたらいい感じの緩めになりました。メロンパン美味しすぎてハマった。え、お揃い嬉しい。なぜか画面も、え、あれれ、なんでだろう。お洋服全体、え、じゃあと、この配信終わった後写真撮って送るね。もう本当にちょっと今急いできたもので、あの下レッスン着なんですよそうなんです、ちょっとだからお見せできる状態ではないので、終わったら待っててね。明太子とメロンパン、ちょっとそれは明太子かもしれないです。でも明太子じゃなくてメロンパンもめちゃくちゃ好き。下のレッスン着、逆に見たい。ほんまですか、ちょっと巻き髪好きだから待って、え、もちろんやります。あえての下レッスン着見たい。本当ですか、じゃあちょっと、え、ちょっと恥ずかしいよえ、ほんまに言ってます。どうやって落ちそう、ちょっと待ってね。あ、待って、見えない、あ、待って、見えてる、ほら、あ、鏡でこんな感じ。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと取り乱しました。ほら、あの鏡見て、こんな感じごめんなさい、ちょっとマジで本当に。こんな感じでした、ジャージめちゃくちゃジャージ、めっちゃジャージなの。めっちゃレッスン、姫お気をつけ、ありがとう。マジでレッスンか、そうなんですよ、もうダッシュで急いでお掃除してから、あの急いで荷物をこの部屋に持ってきて、急いでこれを服に着替えました。早くお話ししたくて。ニュージャー、な、これは、あ、これがあれです。平田さんとお揃いだったっていうジャージ。お洋服。もう誰も、え、わからないです。マネージャーさんはいると思います。今日はしないです。明日します。明日の朝はメイク配信して、お昼はあの聞き飲み物、聞き食べ物をします。で夜はあの私が考えたセットリストでとカラオケ配信もします。最終日なのでね、ぜひね来てくださったら嬉しいな。そう、お昼はあの面白い企画と言われている、もしかしたらクスって笑ってしまうかもしれないっていうものです。ひきみゆさん、いや、みゆさん絶対わかります。私最高に間違いないです、絶対。はい、
大爆笑です。めっちゃ、いや大爆笑まではいかないかもしれないんですけど、でもあのもしかしたら笑ってしまうかもしれない。今日ね、あ、今日カビゴンでした。今日カビゴン、今日カビゴンなの、ごめんなさいね、カビゴンなの。明日にお羽ね、ダジャレを言えてる、あ、言えてない言えてないかも。格付けチェック、あ、そう、そんな感じです。そう、楽しいの。パクルわー、あ、いい感じに冷めてきた、暑さがいい感じ。ワクワクすぎる、ですね、楽しみ。ガハハって笑いたいんでお昼期待ねえ、期待しないでください、もう頑張る。メミーのミエさん愛は世界の誰よりも強かった、もちろんですよ、任せてください。もう会ったらもうすぐギューするんですから。今日ウィバースでクリスマスソングを歌わせていただきました。あとさよならクロール、あとなんだっけ、こんばんは、なんだっけ、アカペラだったら多分大丈夫。アイドル、あ、そうだ、アイドルも歌った。アイドルなんて呼ばないで、グッときました。泣かないの、ラブなんだから。クリスマスソングは世代ちょっと、ああ確かにちょっと違います。でも5時9時かな、確か5時9時の姉が好きでめっちゃ聞いてました。さよならクロール青い海キラキラ、ドラマ、私も見てました。お姉ちゃんといると影響めっちゃされます。姉がめっちゃ洋楽を聞くんですけど、めっちゃ私も洋楽歌います。あとは洋楽だったらエド・シーランさんとかセレナ・ゴメスさんとかテイラーさんとか歌います。ワンダイレクションとか。お姉ちゃんはさつきちゃん、そうさつきちゃん、そう今日歌ってみたんですけど、なんかちょっと恥ずかしくて遅れなかった。ワンディー世代、あ、嬉しい。英語で歌います。トトロやん、どこですか、トトロじゃないです。あ、お腹鳴っちゃった、聞かないで、やばい、今日これチークじゃないんです、ごめんなさい。今暑くて、レッスンで暑くて、やっぱり送ってないよね、笑、送ったよ、見て
ちゃんと送ったよ、クリスマスソング。聞かなかったふりをする。あ、お願いいたします。自己申告。え、いやいや、聞こえてましたよね。聞こえてましたよね。あ、米印レッスン終わりの配信でした。ありがとうございます。とてもありがたいです。嬉しい。あ、とりあえず声を出しておけばいいのか。うん、クリスマスよかった。ありがとう、嬉しい。チェーがないんです。本当にもう私赤面症ですっごい赤くなるんですよ、顔周りの内巻き。あー、嬉しい。いつもそうなの。ヘビロテアンケ、ヘビーローテーション。聞こえてない。よかった、嬉しい。メイメイおしゃべりしてたらわかる。あ、そうですよね。じゃあちょっとずっと歌ってます。歌っちがお話ししてます。耳とかもすぐ鳴ります、鳴ります。寒い時とかすごい赤くなります。マネージャーさん聞いてたら何か食料。お願いします、お腹すきました。私ついで死ぬ、死ねない。噛んだ。もう素晴らしくお腹が空いて、なんて。わかんない、ちょっと噛んじゃった、噛んじゃったよ。お腹空いて噛んじゃったよ。おにぎりありがとう。メロンパンないんです。今ここにあるの特茶しかないです。私顔が真っ赤になるのか。スキッピー、スキッピー嬉しいピー。やばい、お腹やばい。メイメイのウィバース登録しました。嬉しい、ありがとうございます。やったー、いっぱいお話ししようね。お腹、もうやだ。なんでこんなか、こんなにお腹、こんなかとか言っちゃ、あ、もうダメだ。なんかもう今なんかもうね、もう徳ちゃんもう一回飲みます、一回飲む。聞こえてない。いやでもなんか私の耳に入っちゃうともう、あー、ダメなの。見て、もうあとちょっとしかない。今日はいつもにも増して可愛い。ありがとうございます、嬉しい。メイメイの筋トレ落としたけどさ、あー大丈夫、これからきっとある、絶対次こそ。今日はそう、なんか聞いてください、今日急いでて練習しないとって思って急いで買ってたんですよ。そしたらジャスミン茶だとこれ思ってこうやって手に取ったら普通のお茶で、私の大好きなジャスミン茶じゃないんです。でもなんか一回取ったら手がもうなんかもう手に取ったらもうあれじゃないですか、もう私の手垢がっていう感じなので、とこれを買いました。そう、間違えて取っちゃいました。でもこのお茶も好きだからオールオッケー。そう、ラッキーということ。ねん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 、みんな、皆さん夜ご飯は何食べたんですか。お腹すくけど聞きたいなと思って。何食べたんですか。焼きそば食べた、うわー美味しそう。ラーメンいいな、
定番、そうです定番。ベロンパン10個やばいですね、最高。サーモン丼、あ大好き。ブリ大根美味しい。あーラーメンいいね。エビチリ、おーお肉、ライ、おーロールケー、おーすごい。カレーライス、エビフライ、いいね。ラーメンセブンの手羽先、うえいいね。キムチ鍋、おー大好き。うな、うな、えやば、最高じゃないですか。友達と焼き肉、あらー素敵。チキン南蛮、わーいいね。煮込みうどん大好き。高速、そうです。キャビア、あら贅沢に素敵。明太パン、あー私食べたい。麻婆豆腐、おカステラいいね。おでん、ウェイ、そうです。みんな、食べてます。お鍋の残りで、あー私雑炊が一番好き。あらあらあら寿司いいね。タイ料理大好き。もつ鍋、あーもつ鍋食べたい。私もキャビア食べる、あるけどあまり好きではなかったです。私の味は子供でした。明日だ、高速米を、本当ですか、嬉しい。一蘭たこ焼きいいね。トウモロコシ、あらヘルシー。キャベツ、ヨーグルト、リンゴ、ジェノベーゼ、美味しい、大好き。この流れトマト、あらまトマト、ちょっとトマトはちょっと、うん、いいかも。よき、よきの方かも。カレーライス、卵焼き、あら読んだ答えまで早っ。高速コメント読み、私特技になりました。トマトはちょっとうん、でもよきよき。昨日エビじゃない、うんと、エビクリームコロッケに今釣られました。名古屋食べてないですよ、食べたいんですよ。自分トマト、いいな、私もトマト大好きになりたい。早口は、そうなんです、早口は全然噛まないんですよ私。トマト美味しい、美味しい。めいめいコンビニの、めいめいコンビニの弁当とか食べる、あまり食べないです。でもセブンイレブンさんのあれドリアはめっちゃ食べてました。めっちゃというかこの間1回食べました。昨日のやば、いや名古屋でヤバトン、いいな、私ヤバトンが大好き。食べる、もう食べちゃう。みーちゃん今日何食べたいの？どうしよう。何がいいと思う？トマト苦手なんですよ。ラザニア食べますか？大好きです。ミートパスタだからトマトはじめ。ああいいですね。トマトいいね。今米の冷え切った。ホットレモン、あらー。美味しい。ホットレモンってめっちゃ美味しいですよね。蜂蜜入ってるやつ。めいめいピザ好き。大好き。大好き。マルゲリータ大好き。大好き大好き。パスタ食べよう。あ、いいね。温かいスープ。あ、やっぱりスープですよね。トマトはたくさんあっていいよ。でも苦手なので私は1個しか食べない。きっと。ナポリタンを試す。あ、大好き。逆に牛丼。うわー、めっちゃいい。牛丼良き。でも夜にはね、ちょっとなかなか重いですよね。トマト無理でこう、ケチャップ無理な。ケチャップはギリいけるんですよ。全然いけるんですよ。でも、生トマトとか、ちょっと無理です。まだなんか味がいるもの。トマトの果汁が嫌いで。そうなんです。ちょっと苦手なんですよ。そう、もうなかなか遅いんですよ。もう悲しい。ナポリタンに粉チーズかけると思います。ナゲットはマスタード。朝からラーメンいける。ラーメンはいける、きっといける。わからない、したことないけど。軽めに雑炊も好きだ。フルーツトマト高いけど本当にフルーツ、フルーツなんですか。でもトマトの味はしますよね。生まれつきトマト、もう多分生まれた時からトマト嫌いです。私朝からトマトいける、もうずっと無理朝食は白米、浅い隠し味トマト、絶対わかります。私わかる、絶対わかる気がする。マーラータンメン食べたことないです。トンネル作る、作れます、大好き。三角チョコパン、食べたい。トマトうまいで、ほんまですか。ほんまにトマト、ミネストローネ大嫌いです大嫌いというか、ちょっとトマトなので、もうトマトがもう無理なので、
ミネストローネは頑張ったら食べれます。トマトね、無理だよね。トマトジュースはいけません、ギリ。毎日トマト、えらいね。だから肌白いの。もう羨ましい。私も肌白くなりたいからトマト食べよう、頑張ろう。トマトは、そうなんですよ、美容にいいのはね、私は知っているんですけれども、なかなかトマトは食べられなくて、まだ1個しか食べられないんです。1個でまだトマトそのままでは食べられないんですよ。そう、ケチャップはいけます。ナスよりもし、ナスの方が美味しいです。ジュースも無理です。焼きトマトギリいきます。体にいてくれて、そうなんですよ、はい、何しようか。牛乳、豆腐たまに食べてるけどな。たまにがいけないのか、うん、承知。プリーツのトマト、あれはいけます。なんかもうトマトを食べた時のあのじゅわって出てくる感じが苦手なんですよね。麻婆茄子大好き、私も好き。焼き茄子好き、私も好き。焼きトマトいけるのに、でも焼きトマトでもなんか他のお肉とかちょっと味のあるものじゃないと一緒に食べないと無理なんですよね。ピザのトマトもピザと一緒だったら食べられます。でも一つ単体じゃちょっと食べられないです。原型がえない、なんか味がもう、味がもうトマトがあるとえなん、そうなの、そうトマトの果汁が苦手なんです。もう味がもう、だから味になれたら多分いけます。ハンバーガーにトマト入ってるけど、あ、毎回抜いていただいてます。そうなんです、私そんなに嫌なのに古風、そうなんですよ、本当に本当に頑張ってるんです。鼻からできる、めっちゃわかる。めっちゃわかります。でもまあ、でもわかるんですよ、トマトは体にいいっていうことはもう重々承知しているんです。今入った途端にトマトのもうトマトのあの嫌いエピソードめっちゃ言ってます。今もうトマト大好きだから、違うんだって、まあ違う。まあでも心は好きです、心は好き。でも食べたら嫌い。あ、面白い。ごめんなさいね、どうねね、うん、泣かないで。もうこれから好きになるところなんだから、トマト待ってて。心は好きと。いや、ガチ好きではなく、半分好きみたいな感じです。トマト話してるのお腹空いた。ちょっとわかるの。見た目美味しそうなんですけどね、でもなんか食べてみたらちょっとあれ、ね、使わせてもらいます。心は好き、お、いいですね、ハマった。トマトベロ入っちゃうくらいでも、だからそれはあなたが入れてるんですよ。私はトマトベロに入ったとしてもトマトは食べない。心では食べてます、あ、心では使ってます、トマトに。でもトマト、でもトマトがトマトベロ、トマト、もうトマトはトマト、トマトはトマトです。もうそうなんです。やばい、お鼻がかゆい、くしゃみでそうだった。そう、結局もうトマト、もうトマト頑張るしかない。ジャージ、あ、映っちゃった、やだ、もうやめよ。でもトマトは好きになります、頑張ります。
頑張ります。頑張るよ。野菜。シスターズ。トマトドキドキ。無限ミニトマト、結構すごい企画だ。はい、頑張ります。トマト投げ合うお祭り知ってます？なんか見たことある。あ、トマトだらけになっちゃうのか。うわー、ちょっと考えただけで面白いもん、面白いもん。でもいいですね。トマトだらけになるのもいいかも。トマト風呂かもしれない。それはもうトマト風呂だ。地獄だね。そんなことないよ。そんなことない。うん、アゲありがとうございます。アゲ面白いな。ナイス。なお、ありがとう。じゃあそろそろ終わりにしようかな。このタイミングのアゲ結構じわる。めっちゃ最高。ナイスタイミング、わーさん。多分わーさんがねくれたの。ありがとうございます。野菜。シスタ。うわー、虹。ニックさん、ニックさん、ありがとう。虹トマト。ありがとう、ニックさん、ありがとうございます。あっという間。本当にあっという間。明日はたっぷりさせていただくので、皆さん、にぎトマト何？いやいや、そのままです。ありがとう。ありがとう、にぎトマト、ありがとうございます。皆さん、レインボートマト、にぎツナメオ。またツナマヨ。もう明日の最終日、はい、明日も皆さんと一緒に最後まで頑張りたいなって思います。ツナマヨキング。もうだってもツナマヨあんなに面白いんだから。20分もトマトの話してたの、ちょっと面白すぎません？なんかちょっとイベントの期間なのに、こんなもうトマトのお話でごめんなさい。ありがとうございます。虹ありがとうね。じゃあちょっとスクショ、もう好きではないです。まだこの先です。ありがとう。じゃあスクショタイムするよ。いやー、ちょっと明日の配信は結構ちゃんと企画あるので、よろしくです。皆さん、なんか前髪おかしいかもしれない。トマト頑張ってね。どういうことじゃ。キトマトかな。私がやだーって言ってるところ見たいんですか、皆さん。かわいい子。はい、スクショだ。トマト耐久配信やばい。見たいのね。なるほど。じゃあトマトポーズにしてあげる。
嫌いな顔しとこ。やったぜ。もうキツネ。祈っておきます。お願いします。猫コンコンコン、雪だるま作ろう。トマトにかぶりつく目。みゆさんにラブポーズ。みゆさん見えてますか？キャー、みゆさんのこと逮捕しちゃうぞ。キモいこと言った私。もうコロッケハオハオするメミ。携帯バグってイラついてるポーズ。それでも来てくれてありがとうね。ありがとう。みーさん悪いことしてないです。私の隣にずっといてくださるために逮捕しちゃう。キャー。充電 20% 止まった目見。変な顔。最後にずっと。待って、おもた目見って何？やばい。ちょっと待って。おもた目見。間違いないかも。面白かった今の。思ったメイ険しい顔。ぷくれため、それは DD ってことですか？私が逮捕しちゃうぞ。キツネ警察。はい、ありがとうございます。どうしても君が好きだ。わんわー、パフスリーブかわいい。わかる。ではランキングを見させていただきます。13位、りょうさん。りょうさんありがとう。あと1日頑張るよ。ありがとう。12位、ドラガンさんありがとうございます。ドラガンさんありがとう。11位、チッカーまなみちゃんありがとう。いっぱいありがとう。で、10位、つよぴー。つよぴー、またまたありがとう。ありがとうございます。9位、アッキーさん。キャーン、ありがとう。虹してくれたね、ありがとう。8位、わーさん。わーさん、唐突なあげ、マジありがとうございます。ありがとう。携帯暗くなっても見てくれてありがとうね。
ありがとう。7位、ヨシさん。ヨシさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。6ってこっちこっちだ。6位、ユーティゼートさん。ありがとう。イエーイ。ちっちゃい6も作っちゃう。ありがとう。ありがとうございます。5位、カズくん。カズくん、ありがとう。あ、ヒルヨン、ありがとう。ありがとうございます。4位、シロモンさん。ありがとうございます。シロモンさん、ありがとう。嬉しい。ランクイン、ありがとうございます。今日初見だったけど一生するって決めた。何それ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。3位、ニックさん。なんかいつもよりトマト多いの。ありがとう。おもたメイでした。ありがとうございます。虹、ありがとう。2位、リュウオン。リュウオン、ありがとう。ありがとう。呼び捨て、ありがとうございます。そして1位、シーズンさん。シーズンさん、今日もありがとう。いっぱい見てるよ、ほんとありがとう。今日撮ってありがとうございます。メイメイにガチ恋した。あら、ニヤニヤ。卵好きって覚えて、ダメですよ、違うから。もうのんのん。では65位、フジキョンさん。やーい、ありがとう。65位のやつ叶ったね。ありがとう、フジキョン、ありがとう。ではもう一度ランダム。52位、アリスさん。アリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。もう一人、89位さん。瀬戸氏さん、瀬戸氏さん、ありがとうございます。ありがとう。読み終わりました、ありがとうございます。めめや倒しじゃないと怒る？怒らないけど、私は5つの方が嬉しいなって思います。でも私の目の前で他の子に目そらさなかったら嬉しい。目そらしたら怒る。だって、そう、私重いから。そう、私とお話ししてる時は私のことを考えてほしいなって思います。ガンミ、あら。それはできない。悲しい。重た、そう、重ため意味。怒られ界隈だから、怒られたい界隈だから。じゃあ怒ってあげるから来て。他の子の絵になんでた、あって言います。あー、ふんってする。ストレートに会う、あら嬉しい、ニヤニヤしちゃう。目をそらすことはできない。お、じゃあずっと目合わしましょう。タモシラブフォーエバー。おお、素敵、大好き、ありがとう。ニヤニヤ。そんな一生懸命、大丈夫ですよ。
任せてください。何でもいける花田メイですから。ドボンボメインメインにしてください。そうなんです。来年こそドボン私入ります。頑張る。恥ずかしくてニヤニヤしちゃう。いいんですそれでも。なんならそれが私は嬉しいです。毎日大好きって言いたいメイメイです。そうです、大好きしたいです。ありますよ、入りますか。はい、裁かれたいというものが私ございまして、ぜひ、はい、裁かれたいあります。あ、なおありがとう。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さん今日ありがとうございました。そうですね、今日はちょっと遅れてしまっての配信だったんですけど、皆さんといっぱい話せてよかったです。最終日前日ということでちょっとたくさんお話ししたのですが、明日は朝昼晩、企画がありますのでぜひ来てくださると嬉しいです。明日の朝は7時から7時半までメイク配信をして、お昼は12時から13時、1時まで、聞き飲み物、聞き食べ物をします。ちょっと面白いかもしれません。で、夜は、6時半から19時59分まで。この1時間半がカラオケ配信になってます。7時59分までがイベントこの締め切りなので、この時間に来てくださって、星いっぱいくださると嬉しいです。そう、キラキラも投げていただけたら嬉しいです。皆さんといっぱいお話ししてカラオケも届けて、えいえいをしましょう。盛りだくさん。そう、明日は盛りだくさんなんです。なのでぜひ来てください。頑張る。おしる、おしるじゃない。お昼めっちゃ面白いはず。そうです、はず。そう、でも多分あれですね、なんか7時59分までですけど、7時50 55分までに全部わーってやってくださると嬉しいかも。もしかしたらくださったアイテムが反映されない可能性もあるので、ギリギリ投げるというよりは早めにでいただけたら嬉しいなって思ってます。無理のない範囲で一緒に頑張っていきましょう。最終日みんなが大好きだ。ありがとう。早起き、そう、早起きしなきゃ。そう、明日も早起き。イエッサー、ありがとうございます。お汁って言わないの。そう、私が間違えたからね。ありがとう。では今日も一日お疲れ様でした。また明日。狐の警察のメイメイでした。ありがとう。ラブチュン。